図の俳俳俳優優優たち歌舞伎俳優俳優は演劇、映画等において、その人物に噴してセリフ、身振り、表情などで演じる人のこと。またその職業、役者とも呼ばれる。英語ではアクター。俳優とは、役を演ずるもののことである。演劇、映画、テレビドラマなどで、そこに登場する人物に噴して、セリフ、身振り、表情などでその人物を演じる人のことである。 俳優の優には芝居を職業とする人という意味がある。日本語の俳優という語は坪内商用によるものとされている。日本書紀には天岩戸の伝承について雨の渦めが巧みに踊る様子を巧み作俳優と書いている箇所があり、これは巧みに技を技スと読み下す。俳優は講義には演技者全体を指す名称である。しかし、主として、 歌舞伎俳優の団体である日本俳優協会も俳優の名を団体名に関しており、団体における会員は自らを単に俳優と呼称する例もある。女性の俳優は女優、男性の俳優は男優と区別されることもある。ギリシア悲劇は初め一人の俳優によって演じられていた。 その後アイスキュロスが俳優を二人に増やし、ソポクレースが三人に増やしたと伝えられている。古代ギリシアの俳優というのはポリスから報酬を得ていた。古代ローマやヨーロッパの中世では俳優の数は少なかったという。だが、15世紀のフランス及び周辺国では、静止劇が流行しており、旧約聖書、新約聖書に題材を得て、イエス・キリストの生誕、受難、 復活の物語が演じられ、街の中心にある、聖堂前の広場などで、地元の住民などが、臨時の俳優となって参加する形で数日間に、渡り上演される、ということが各地で行われていた。16世紀になると、コメディア・デラルテという仮面を用いる歌、踊りを交えた、即興劇が流行するようになり、俳優が職業として成立するようになった。男性の俳優が、 主に活動していたのであったが、16世紀末の段階で、イタリアやフランスで、職業的女優も登場するようになった。ただし、イギリスに目を向けると16世紀ではまだおらず、例えば、エリザベス超演劇においては、女の役は少年が女装して演じていたのであり、職業的女優が登場するのは17世紀後半になってからのことであった。俳優の社会的地位というのは、 外してかなり低いものだった。が、19世紀になると、俳優の社会的地位は向上する傾向が生まれ、イギリスでは、ナイトの称号を授けられるものまで現れた。演劇の歴史も、参照職業俳優の業務は、観客に公開することを目的とした、劇作品を制作するために、その脚本に基づき、プロデューサー、演出家、映画監督などの指導、指示のもと、 共演者や制作スタッフなどと協力して、その上演や撮影にあたって、与えられたキャストを演じることにある。俳優業は、まず自身の役を得ることが、一つの大仕事となる。ハリウッドでは、一般的に、主要な役はすべてオーディションによって選ばれる。まずオーディションで選ばれないことには、俳優としての仕事が始まらない。大物俳優もオーディションに参加し、一つの役をめぐって、 数倍から数十倍、数百倍に及ぶ厳しい倍率の競争を勝ち抜いて役を得る。大物俳優もそうしたオーディションへの応募を年中繰り返すことで一つ一つ自分の仕事を得ており、それを止めると仕事がパタリとなくなってしまう。俳優の中にはある役で高く評価されて人気が出る人もいる。大きく評価を受けた役を当たり役と呼ぶ。運よく類似の役が 次々と出てくるようなことがあれば、その役を回してもらいやすくなり、そうした流れのようなものができて、役獲得のロークを免れる日々を人生の一時期過ごす俳優もわずかだがいる。役を得た後の俳優の仕事の流れは、国、現場の種類、監督などによって異なっている面がある。香港映画では、しっかりした脚本が存在せず、あくまで監督の心に、作品概略や、 アイディアだけがあり、俳優に事前に脚本が与えられず、主に撮影現場で監督がセリフを与え、俳優の動作を指示しつつ、撮影を進めていくことが多い。インドボリウッドでは、脚本がしばしば存在せず、撮影現場で監督の思いつきで、ストーリーが作られセリフが与えられ、しかもボリウッド映画の定番である、集団ダンスシーンでは、ダンス担当監督が現場で、 自身の体を使って手本を一度だけ見せ、主演俳優から多数の脇役までが、それを見て一発で見事に模倣し撮影するということを次々と繰り返しつつ撮影が進む。日本では上質の演技を行うために、通常は脚本が事前に渡され、俳優はそれを読み込み、役作りの上、打ち合わせ、稽古、リハーサルなどを繰り返すといった、 膨大な下準備を行い、その上で本番の演技を行う。役作りも参照舞台や撮影は一般に、極めてた人数の人々が携わることによって、成立している。https コロンスラッシュスラッシュ abpaksazan.com スラッシュブログスラッシュ一般に、俳優一人が書けるだけでも、舞台や撮影が成立しなくなってしまう。したがって、 俳優という仕事は病気や個人的な都合で安易に休むことができない。特に舞台は観客と生身の俳優が一緒にいる場があって初めて成立する。観客は例えば早くからチケットを購入し楽しみに思いつつ様々な困難がある生活の中でスケジュールを調整した上で劇場に足を運んでおり、それを裏切るわけにはいかない。 また救援などという事態を引き起こすと、他の俳優にも迷惑をかけ、また観客にチケット代の払い戻しをしなければならなくなり、工業主が莫大な損失を被ることが多い。俳優が舞台に穴を開けてしまうようなことをすると、次の仕事が来なくなると言われていたり、俳優を仕事に選んだら、親の死に目にも会えないと言われていたりする。俳優を、 その主な活動範囲に注目して分類することがあり、舞台俳優、映画俳優、テレビ俳優、ミュージカル俳優などといった分類が行われることがある。舞台演劇を中心に活動している俳優が舞台俳優である。映画俳優とは、もっぱら映画に出演している俳優のことで、米国、ハリウッドには多数存在する。テレビ俳優とはもっぱら劇場公開されない。 テレビドラマばかりに出演している俳優で、すみやけのはっきりしている米国では、舞台俳優、映画俳優の他に、テレビ俳優も区別され成立している。米国では、他の職業同様に、俳優業も厳格な契約によって成立しており、映画やテレビの世界では、細かな職業分類がなされて、法的な権利の確保や、職種別の労働組合活動が行われてきた歴史があり、 契約書で書かれたこと以外は一切しない。それをさせたら違法とされ裁判沙汰になるのが通例である。米国の映画俳優は原則的にテレビ広告にも出演しない。俳優の性別に着目して女優、男優という分類がされることもある。歌舞伎の場合は立ち役、お山と呼び分けられる。宝塚歌劇団では男役、娘役がある。 アダルトビデオでも AV 女優、AV 男優の区別がある。ただし、例えば NHK の場合は、俳優とまとめて言及される。なお、日本においては、女優が女性俳優を指す用語として、広く用いられているのに対し、男優という語が用いられることは少なく、単に、俳優といった場合は、男性俳優を指すことが多い。また俳優は、 それぞれの特色や得意な分野に着目して、キャスティングされたり、ジャンル分けされることがある。しかし、このジャンル分けに、明確な基準はなく、流動的である。様々な分類がありうるが、例えば2枚目俳優、性格俳優、喜劇俳優、悪役俳優、アクション俳優、不契役俳優、個性派俳優、子役、脇役俳優、早役俳優、エキストラ俳優、 スーツアクター、プライベートアクター、美人女優、脱ぎ女優、動物俳優などがある。日本では、名題役者、時代劇俳優、剣劇俳優、欧米屋俳優などという分類もある。また俳優は、キャリアの長さに応じて、大御所俳優、中堅俳優、駆け出し俳優、新人などの分類されることもある。アニメや、洋画の吹き替えなどに声だけで出演する俳優は、 声優と称される。ただし、俳優でも、ナレーションなどで顔を出さない作品も存在する。逆に声優でも、舞台やテレビ等で顔を出して出演することもあり、線引きが曖昧になっている。日本では、平安時代末期に、田楽や猿楽という演劇があり、これを演ずる田楽帽子や猿楽帽子が、日本での職業的俳優の始まりだと、考えられている。その後、 脳を演じる脳役者が現れた。また、江戸時代初期には歌舞伎を演ずる、歌舞伎役者が現れた。明治時代になると、シンパや進撃と呼ばれる新しい演劇ジャンルが生まれ、それぞれのジャンルの俳優が活躍するようになった。昭和平成、編集1950年代から1960年代にかけて五社協定という取り決めがあり、映画会社と専属契約を結んだ。 いわゆる映画俳優は自社制作の映画以外への出演が制限されるなど明確に活動範囲を区分されていた。そのため初期の大河ドラマは歌舞伎界や進撃などの俳優に頼らざるを得なかった事情がある。同時期の民放のテレビドラマも同様で海外ドラマを輸入して放送したりテレビ局で制作するドラマには映画俳優以外の俳優や新人を起用することで対処していた。 1970年代になり、放画の社用化に伴って5社協定が自然崩壊し、さらには映画会社がテレビドラマの外注先になってテレビ映画を制作するなど映画とテレビとの垣根はほぼ消滅した。すでにテレビドラマの制作現場では映画俳優に頼らないシステムが確立され、別ジャンルから俳優業に参入するケースは以前より増えた。ただし、 テレビドラマにおいては、俳優の実力よりも、テレビ局と所属事務所、あるいは番組スポンサーとの関係や、俳優個人の人気すなわち、視聴率を取れるかどうかを重視してキャスティングすることが多く、視聴者が疑問を感じるキャスティングがされる場合もある。現在の日本国内において、もっぱら劇場用映画に出演して、生活を成り立たせることができるものは皆無に近い。つまり、 映画俳優はほぼいなくなった。1990年代以降、テレビ局主導で映画制作が行われるケースも一般的になり、テレビドラマの制作スタイルの領域も拡大傾向にある。一方で、俳優と名乗りながら、バラエティ番組などで活動している者も,も多数おり、職業としての俳優という区分は曖昧になりつつある。これについて、 映画俳優の設定が確立しているアメリカと違い、拘束時間が長い割に、金銭的に恵まれない、日本の俳優の環境の違いの指摘もあるが、俳優個人の価値観や、所属事務所の方針の問題も大きい。また、それぞれの出身の職業を、あくまで本業としつつ、俳優業を含めて様々な活動を行う者も,もおり、マルチタレントと呼ばれる場合がある。 これは評価される場合もあるが、否定的な見方をされることも多い。欧米では主にコメディ映画、ドラマに出演するものは、コメディアンと呼ばれるが、日本では、コメディアンイコールお笑い芸人、お笑いタレントを意味する言葉として定着しており、コメディ映画に多く出演する俳優であっても、俳優にくくられることが通常であって、そのようなものが、コメディアンと呼ばれることは、ほとんどない。俳優業は、 華やかな一面、厳しい世界だと言われている。俳優として有名になれるものはほんのわずかであり、収入も安定していないため、挫折するものが多い。また、ずっと俳優でいられる保障はなく、一時的には第一線で活躍していた俳優でもその後はほとんど仕事がない人もいる。また、政治活動に参加する俳優も存在するが、伝統的に日本の俳優は、 将来の仕事の幅や一部の消費者離れを恐れて、政治職をあまり出さない傾向にある。俳優の数を性別に分けると男性が多い。日本における女優の歴史、編集日本では、歌舞伎の創始者と言われる出雲奥にのように、江戸時代初期には女性が芝居に出演していたが、寛永年間に遊女歌舞伎が禁止されたため、それ以降女性が芝居に出ることは原則として不可能になった。 代わって男性が、お山として、女性の役を演じ、この伝統が、明治に入っても続いていた。1899年、川上乙次郎一座に所属する、川上貞役子が、お山の代役として、サンフランシスコ公演にて急遽出演して、成功を収め、これによって、川上貞役子は、日本初の女優と呼ばれるようになった。川上貞役子は1908年、 渋沢栄一などの講演を得て東京、芝に帝国女優養成所を開所し、本格的に女優育成の事業を開始した。一期生には森律子、村田角子などがいた。1914年、小林十三が宝塚少女歌劇団を設立し、女性が男性役も演じる女性による歌劇、芝居の形式も誕生した。 宝塚歌劇団に所属する女優は、宝ジェンヌと呼ばれている。出身、編集俳優は、同じ舞台や映画、テレビドラマなどで共演するが、それぞれの出身は様々である。劇団員、歌舞伎役者、モデル、歌手、タレント、アイドル、ミュージシャン、AV 女優、スポーツ選手など、様々な職種から俳優業に参入する場合がある。傾向として、近年においては、 男女共にモデル出身者が急増している。特に女性の場合、1980年代後半頃からモデル出身者が激増している。また、アイドルも冬の時代を迎える直前である1980年代の中盤から増え始め、今やアイドル的な活動は高く初期のうちにとどめ、早々に俳優に転校するものも急増しており、かつては、 一定数の勢力があった劇団や舞台出身者、子役出身者は特に女優においては主演女演級に限定すれば相当の減少が認められる。ありがとうございます。